新田大八郎新田大八郎から1945年3月1日は明治から昭和時代前期の静岡県田形郡で活躍した実業家、政治家。1871年10月7日生まれ。新田大八郎の実家は源頼朝の鎌倉幕府創造に貢献した武将、新田忠恒を演奏とする名家の37代目でもある。 1896年に記事でもある、静岡県新田村に新田信用組合を設立して、組合長。1912年には静岡県新連会長。1923年産業組合中央会静岡支部会長を歴任した。1932年には帝国議会衆議院議員にもなった。1945年3月1日死去。75歳。 帝国大学卒。新田大八郎は、人のために尽くすことは無駄にはならないという考えの下、資材を投じて、田形農林学校の創立や、伊豆箱根鉄道の前身となる寸図、電気株式会社の発起人となったり、伊豆新田駅を開業させたりと、田形地域の発展に尽力した人物でもある。その中で、特に顕著なのが、丹那牛乳ブランドの基礎となる。 酪農産業の発展に適応であると言われている。なお、衆議院議員時代に、鳩山一郎との親交を深め、たびたび自宅に招いた。鳩山一郎が、新田大八郎に当てたため、新田老系の書と二人が、背広姿で撮った貴重な写真が現存する。伊豆半島の乳業は、明治三年に、修善寺の上田七郎が始めたとされる。明治二十一年に、新田大八郎、 丹那の川口周平らが農場の繁殖を目的とした伊豆産場会社を設立し、搾乳業を開始。明治29年に会社を解散し、岩崎勝次郎らが設立した箱用車がこれを引き継ぐも、需要が安定せず、明治34年に廃業。大正6年に、三島市の東海加工品、大場工場と森永製菓金錬工場がドライミルクの製造を始めたので、 徐々に需要が安定してくるが、大正9年の戦後強行と、大正12年の関東大震災で、大打撃を受ける。そこで、新田大八郎は父屋隊の寝崩れ阻止のために、かねてから考えていた、伊豆畜産販売購買利用組合を、大正15年6月に設立し、組合長に選出された。大正15年12月15日には、新たな販路である東京に牛乳を出荷した。 なお、各地から集められた牛乳を、大場の工場で、殺菌冷却した後、大場駅から貨物で、赤坂の工場まで運び瓶詰めして、三島牛乳として販売していた。ところが、組合は設立当初期待していた根崩れ阻止への効果はあったが、やはり需要が安定しなかったため、組合員の脱退が後を絶たなかった。そのために供給不足に陥り、米国企業のカーネーションミルクに、 ミウリアンが浮上、東洋生誕の高崎達之助に説得されて、東洋生乳と定期契約を結んだ。しかし、三島の森永生誕の方が買い取りが高かったので、やはり組合員の脱退が相次ぎ、組合の生産量が激減。東洋生乳との債務不履行を起こし、昭和14年に森永生誕に組合を見売りして、伊豆畜産販売購買利用組合と、 三島牛乳は消滅した。ありがとうございます。